こんにちは。住宅ローンね、まあ組みたい人は組めばいいんじゃないかなと思います。まあ私はね、住宅ローンが長期になる場合は、まあ、家という購入という選択肢はなかったんですけども、ローン組まないで良さそうだったんでね、今回は購入しました。まあ本当偶然ですよ。それを狙っていたわけでもないですし、まあこのね家を見るまでは、まあずっと賃貸だと思ってたんですよ。はっきり言って住処もまだね不安定でした。この家を見た瞬間に決めたんですよね。で、それからの暮らしってのがね、20年、30年、40年とピタッと想像できましたね。まあなんせね、ローンがないっていうのいいですね。毎月の支払いがないと、これはいいですね。一番高いのは携帯代なんじゃないかなということですけども、携帯代も今回4,860円になりましたんでね。で、リスクに関してなんですけども、リスクね、考えたらキリがないんですよ。だから私こう思うんですよ。リスクってのは高いものから低いものまで無視していいぐらいのサイズまでいっぱいあるんですけども、どこでそのリスクヘッジをやめるかってことになります。それは自分の余剰時間とか思考とかね、恐怖心とか、お金に関してのこととかで変わってくると思いますけども、まず家を買うとセットで住宅ローンとかに関するね、保険とかね、火災保険とかね、それから家を買ったら中に買うものとか、もろもろの付随コストがかかってくるんですよ。まあ、ですので家を買う金額は例えば2800万でもあっという間にですね、それを本当に3000万にするような、3000万以上にするようなね、コストがかかってきますね。で、私こっち来てベッド2回買ったんですけどもね、でソファーも入れたしテーブルも買ったしということで、で外壁工事もしたしね、結構お金かかってますよ。家を買った上にいろいろかかります。ランニングコストもかかりますしね。だから住宅ローンが例えば十数万とかね、ある15万とかある段階でプラスでローンが組める限界っていうのがもうすぐできちゃったりするんだろうなと思います。で、金利に関してね、 MacBook Pro 金利なしフェアで買ったとかいうことですけども、金利がないのがいいですよね、やっぱりね。要するに金利が発生すると誰かが破綻するっていうモデルができちゃうんですよ。10人いて10人が、10万円ずつ借金して全体で100万円っていうね、マーケットを作るときにそこに金利っていうのが入ると誰かが払えなくなるっていう仕組みができちゃうんですよね。まあこれちょっと話長くなるんですよ。金打感制度とか金本位制度とかね、あの辺とかね、ニクソンショックとかね、こういうこと話さないといけないのと、あとそれは MMT っていうものに続いてきますんで、2時間ぐらいね、話していい時間があるんだったら私話しますけど、別の動画でお話しますんで、そちらの現代貨幣理論っていうのはね、また別の機会にお話ししようかと思います。で、今回ね、私はそのリスクエッジについてお話したいんですけども、そのリスクに関してのことっていうのは考えればキリがないっていう風な思考を持ってですね、本当にリスクエッジしないといけないものまでリスクエッジしないという方はちょっとね、失敗する可能性が高いのかなと思います。で、あとはもうこれが起きたらしょうがないよねっていう、すごい低いリスクのものは、無視していいと思うんですよ。例えばね、吉田さん、歩いていたら飛行機が落ちてくる、この可能性って考慮に値するのかなってことなんですよ。だからそこは考えなくてもいいのかなと。明らかにそれよりも車にひかれるリスクの方が高いし、なんか妙な感染症にかかって死ぬリスクの方が高いしってことになると、じゃあどのリスクに対してはリスクヘッジするのか、どのリスクに対してはリスクヘッジしないのかってことを常にね、こう変動させながら考えておかなければならないのかなと思うんですよ。で、長期の借金に関しては破綻する可能性が高いんですよ。住宅ローンって8割ぐらいの人が完済できずに終わってるっていう事実があるんですよね。で、それを最初に知っていたら多分住宅ローン組む人っていないと思うんですよ。すごく減ると思いますよね。だから住宅ローンを組むってことはある程度の頭金ね、住宅ローン例えば家が3000万ぐらいあったら、600万ぐらいが頭金で入れられたらリスクエッジできるのかなと思うんですよね。5分の1か6分の1ぐらいは最初に払っておかないと残債がきついんじゃないかなと思うんですよね。で、最近ね、私ね思ったんですよ。軽自動車を毎月6600円で買えるプランが、新車でね買えるプランがあるんで、それを買って支払い4年目なんですけども、これね、総額170万ぐらいの支払いになるんですよ。7年間で。170万ですよ。で、新車価格140万なんですよ。ということは、この毎月6600円で買えるというものに踊らされて購入すると、30万余計に払ってるっていうことになるんですよね。でも、当時は家買ったばかりで、
お金なかったんで、毎月6600円の車もありませんでしたからね、4年前は。6600円で新車が手に入るんだったらありがたいなと思ったんですよ。で購入して、で高い金利も引き受けたと。でもその間にですね、まあ収入もね当然ですけど上がりまして、毎月6600円の支払いを2万5000円にねスケールアップして、で支払い期間を短くしてちょっとだけ金利を圧縮したと。プラスアルファやっぱりね、買ってよかったなと思うのは、あの借金して買ってもいろんな体験とか思い出が先買いできたんですよね。だからそういうのも込みでローンを組むっていうのは、あの喜びとか楽しみを前倒ししてですね、人生が長く続くリスクが、長く続くかどうか分かんない、その人生破綻のリスクがあったとしても、その破綻が来たとしても、それまでの人生っていうのは充実できるのかなと思うんですよ。なんかねすごい際どいこと言ってますけども、私はですね結局ね、ダメになるまで突っ走るタイプなんですよね、きっとね。ギャンブル思考が抜けないのかなと思いますね。ということで今回はですね、借金とか金利とかリスクヘッジについてちょっとお話ししました。あちこち行ってぐちゃぐちゃになりましたけども、まあ、結論ですね、何でもやれということですよ。ぐじぐじ考えるよりもやってみると、やってこけて傷を負って考える、その繰り返しでいいんではないかなというところでございます。まあ言ってもね、住宅ローン組む勇気がある人がネットビジネスに邁進できないことはないと思うんで、ちょっと頑張っていただきたいかなと思います。